神高地白川自然学校ガイドツアー自然学校、または自然学者とは自然体験活動のための場、プログラム、指導者を年間を通じて提供できる施設や組織であり、その活動を通して人と自然、人と人、人と社会を深くつなげ、自然と人間とが共生する持続可能な社会づくりに貢献する組織的な自然体験活動である。東京府立 第五中学校で創立時より実施していた農村生活の体験をする天地収容隊の様子2002年に行われた自然学校の全国調査においては自然体験活動の受け入れ体制となる施設や組織を特に自然学校と呼ぶこととしたと幅の広い定義を行っているこの自然体験活動については自然体験活動は 野外での体験活動全般を指し、キャンプやハイキング、自然観察はもとより、農業体験、漁業体験などの体験活動、田舎暮らしなどの生活体験も含まれる。また、自然を活用した川や、海や山でのスポーツも自然体験活動に含まれるものとする。したがって、本調査では、野外で自然と関わることであれば。 そのほとんどすべてを自然体験活動と呼ぶこととした。その上で、自然体験活動のための場、プログラム、指導者を年間を通じて提供できる施設や団体と開設している。2006年における調査では、自然学校とは、その活動を通して、人と自然、人と人、人と社会を深くつなげ、自然と人間とが共生する、持続可能な社会づくりに貢献する、 組織的な自然体験活動であり、自然体験活動及び地域の生活文化の再生に関わる活動その他を、それぞれの専門家の指導によって安全に楽しく行うとされ、責任者、連絡先住所、活動プログラム、活動の場所、参加者がいる。という定義がなされている。自然学校を自然豊かな場所で宿泊可能な施設を持ち、指導者が常駐し、 プログラムを提供していくところと定義した上で、都市に本拠地を置いて、自然豊かな場所や地域での体験活動を提供していく組織をも、都市型自然学校もしくは体験学校と呼び、講義の自然学校として扱っている者も,もいる。自然学校の活動テーマ、内容は以下のように極めて多岐にわたっている。2000年代以降に取り組まれ始めている。 比較的新しい領域として以下のものなどが出てきている。新たな外部の専門家との共同のもとに進められているものも多く、社会からの要請によって絶えず新しい活動領域が生まれ続けてきている。80年代末頃から体験学習法に基づく体験型の学習手法が開発、導入され、活動内容を構成する中心的な考え方となっている。 民営の自然学校の経営規模は法人として数十名の指導者を雇用して組織的な運営をしているものから一人数名の規模で個人経営あるいは任意の非営利団体として運営をしているもの年間収支が数億円に上る団体から100万円以下というものまで様々である先従スタッフを持たずボランティア主体での運営をしている団体や公園管理など 他の業務との兼務で運営されているケースもある。主な収入源は主催行事の開催、外部への講師派遣、行政からの受託事業、旅行代理店等との提携等である。主催事業は主催者の思いや考え方を具現化していけるが、広報、募集、営業活動、受付、実施運営といったべてのプロセス、作業を自力でやらねばならず、手間がかかる割にあまり利益率は 高くない。公主派遣も収益性は高くない。指導のノウハウや経験が活かせ、かつ収益性の高いものは受託、提携事業であり、民間独立自営型の自然学校は、こうした多様な収入源を組み合わせて、経営を成立させている。他の分野の NPO 活動と同様に、民間独立自営型の自然学校は、経営基盤、組織力、資金力、 社会的認知などが乏しい中で活動をスタートさせているケースがほとんどであり、経営基盤やマネジメントシステムを築いている自然学校はまだ少数である。自然学校全体としても経営力水準の向上は今後の大きな課題である。自然体験学習の専門家組織として自然学校を捉えた場合にその専門性が発揮されている要素として、 次のようなものが挙げられる。野外活動技術、野外生活技術インタープリテーションにあらゆる世代、対象に対応できる、参加、体験型学習の展開手法リスクマネジメント企画、プランニング地域計画、地域経営、自然のことをよく知っている、野外技術に精通しているという領域にとどまらず、社会や地域の諸課題に対して、具体的に解決策を提示していける、 総合的スキルを身につけてきた専門家組織であると言える。自然学校の多くは指導者養成講座を行っている。3から4日程度で自然体験活動の基本的な指導法を身につけるものから、通年合宿形式で講義、体験、現場実習なども含んだ長期にわたるもの、個別のプログラムについて指導者の資格、認定や登録の制度が存在するものもある。 指導者を志す人材の現場実習の機会として、あるいは自らのスタッフ要請のために実習生、研修生制度を設けている自然学校もある。大学、大学院での自然学校指導者の要請も90年代、移行左官に行われるようになってきた。老舗とも言える筑波大学大学院のほか新州大学、青森大学大学院、北海道大学大学院、 琵和湖成形スポーツ大学、岐阜県立森林文化アカデミーなどに専攻、コース等が設置されている。自然学校の設立、運営主体は単に効率や民営というような、分け方にとどまらず、成り立ちや運営の仕方を含めて、極めて多様である。以下八つの類型に分類されたものを以下に挙げる。数と、もしくはグループによって、資金、労力を持ち寄って、企業、 設立された自然学校である。個人事業の規模からスタートして次第に規模を拡大し、現在では法人化して数億円規模の売り上げとなっている自然学校もある。代表例、ホールアース自然学校、国際自然大学校、NPO 法人ネオスまず経営母体があり、その一部門として企業、運営されている自然学校である。旅行代理業、 出版業、宿泊施設、学習塾、テレビ局、NPO など営利、非営利は様々であるが、本業と関連している場合が多く、また事業部形式で運営されているケースが多い。代表例、トム・ソーヤ・クラブ、小学館レクリエーション・リーダーズ・クラブ、キープ・フォレスターズ・スクール施設や専従スタッフを持たず、非営利で市民のボランティアを主体に運営されている、自然学校である。 代表例、京都自然教室、フィールドソサイエティ、小野田自然塾大企業を中心とした CSR への関心の高まりを背景に近年増加しつつあるのが、このタイプの自然学校である。社会貢献を意識して、設立、運営され、二とは異なり、本業との直接的な関連はない。自然学校の運営以外に、自然体験関連のイベント、キャンペーン、 人材育成支援などに関与する企業は他にも多数あり社会貢献の中でも自然体験活動は関心の高い領域であることが伺える。代表例、豊田白川郷自然学校、ハローウッズ、市村自然塾、九十ふるさと自然学校国が設置している自然学校としては国立青少年自然の家、国立青少年の交流の家、 国立公園等の自然触れ合い関連施設等、国営公園の自然触れ合い関連施設などがある。都道府県市町村立の少年自然の家をはじめとする自然体験関連施設がある。近年の傾向として、他の公立施設等と同様、指定管理者制度により、所管の公益法人や民間企業、NPO 等に運営を委託するケースも増えてきており、 純粋な意味での国公立直営の自然学校は減少傾向にあると言える。代表例、柏崎、夢の森公園環境学校4の企業と同様に、大学も地域社会とのつながりを強めつつあり、所有する森林等を活用し、市民に開かれた自然学校を開設する事例が出てきている。代表例、角間の里山自然学校、NPO 法人。 環境創造者、青森大学自然学校、流国の森各主体同士のパートナーシップによる運営である。土地や施設は国や自治体が所有し、ソフト運営を民間に委託して行う、間接民営型の自然学校や、同様に土地や施設を企業が所有し、ソフト運営を別の民間専門組織に委託し、運営する自然学校もある。 指定管理者制度の導入により行政直営から民間への運営移管がされるケースは今後も増加すると考えられる。代表例、たぬきこふれあい自然塾、黒松内部なの森自然学校、大杉谷自然学校、大野 ESD 自然学校石川県では県の各部局に加えて県下の市町村、民間営利、非営利団体などが石川自然学校という いわば共通のブランドネームで連携し、全県規模で自然体験活動を推進していく、ネットワーク型ともいえる運営形態をとっている。他にも千葉県房総地域で県の支援の下で運営されている NPO 法人千葉自然学校の例がある。これらのうち4民間型、5国公立型、パートナーシップ型、ネットワーク型の自然学校のスタッフ構成には、 一民間型及び二民間型の自然学校からプロの人材が供給されているケースが多く見られる。つまり、一民間型及び二民間型の自然学校の主導のもとに新たなビジネス、マーケットそして公共性を創出され、そこに運営のノウハウや専門性、革新性、そして人材が集中していると言える。ありがとうございます。